コロナウイルスでそのインターハイと高校大がなくなってしまって本当に全国をかけたラストチャンスだったので去年の先輩に続いて優勝するって気持ちで臨んだんですけど練習してきたことをやってきたけどそれ以上にやられてしまった部分があって40分間の中で調節することができる。でもその3年間頑張ってきたことを決勝戦で思い切りプレーすることができたのでよかったです。自分たちは小さいので中でセンターのところでミスマッチになってしまうのでやられてしまうと思ってそれの対策とかもしてきたけどそれ以上に大きくて強くてやっぱそこがやられてしまった原因かなと。やっぱり全国大会を目指して中学校の頃に憧れて入ったので3年生のうちに2回ある全国大会のうち1回がなくなってしまって本当に苦しい時期が続いたんですけどそれでもコロナがちょっと収束してから練習が再開できた時からウインターカップを目指して頑張ってきて悔しい気持ちがする一瞬です。すごいきつかったし、いつ結果が出るかとかわからないかったけど、でも秋先生と足立先生の指導の下で、その自分と先生方、同級生、後輩を信じてコートに立って、その
3年間の思いを見つけることができたので、共に喜び合い支え合う。